以上が私たちが聞いたアファシスタイプ Z ディエーブルの計画です。つまりそのリエーブルとかいうアファシスのそっくりさんは SBC グロッケンを滅ぼそうとしているという設定なんだね。確かにノーコンバットゾーンが消失すれば SBC グロッケンは拠点として機能できないでしょうね。拠点として機能しないというのが街を滅ぼすのと同じ意味になるってこと？みんなが安心できる場所がなくなっちゃうってことだと思う。この世界の全てが戦場になってしまうの。そんな。ねえキリト、何か僕たちにできることはない？そうだな、ユイ、現状について分かったことはあるか？はい、パパ。エネミーアファシスが特に多い場所には共通点があります。マップと比較したところ、エネミーアファシスの出現場所はノーコンバットゾーン展開装置の周辺に集中しているようです。つまりクレハの情報通り、あいつらはその装置を狙ってるってわけか。ノーコンバットゾーンの展開装置はいくつもあると聞いています。私たちだけでは守りきれませんわ。その点はご安心を。フィールドに出ているプレイヤーたちがすでにエネミーアファシスと交戦しています。ただ戦況はあまり芳しくないようですね。皆さんちょっと変わった突発イベントだと認識していて、あまり本気ではないようです。負けイベントだという噂もあるみたいで。様子見してる奴らも多そうだな。このまま手をこまねいていたら装置を全部破壊されるのも時間の問題ね。そんなに大げさなこととは思えないけどな。ねえ、そのリエーブルってアファシスもエネミーアファシスの大量発生も GGO の中に組み込まれていたものなのよね。ということはちゃんと攻略方法のあるイベントだってことでしょ？それにしてはさっき聞いたエネミーアファシスのレベル高すぎないかしら。高レベルプレイヤー向けのイベントだとしても、それでも。そうなのよね。それに失敗した場合の影響範囲が広すぎるのも気になるわ。下手したらプレイヤー全員宿なしよ。想定よりも早い段階でイベントフラグが立ってしまったとかじゃないか。イベントフラグ？そんなの何かありましたっけ？中心になっているのはリエーブルだと思いますけど。そうか。だとしたらマスターがリエーブルを目覚めさせたのがプラグだったんじゃないか。君みたいに。そのマスターは高難易度のダンジョンか何かを攻略して、運営が予定していたよりもはるかに早くリエーブルを起こしてしまったとかさ。
GGO での強さはレベルだけじゃなくてプレイヤースキルにも依存する。ずば抜けたスキルを持ったプレイヤーであればありえない話じゃないわね。ずば抜けたプレイヤースキル。死ぬの？ああ、なんでもないわ。続けて。とりあえずエネミーアファシスを操ってるのはリエーブルで、その黒幕は多分リエーブルのマスターってことですよね。そのどちらかを止めればイベントは終了する。リエーブルもタイプ Z とはいえアファシスなのよね。なら止める方法はあるかもしれない。セリスカ、本当なのですか？ちょっとした賭けだけれど、ユイちゃん、リエーブルの目撃情報はあるかしら？最新の目撃情報は、リエーブルさんと思われるアファシスがダンジョンに入っていったというものですね。このタイミングでわざわざダンジョン？どういうことだ？嫌な予感がするね。そうね。でもリエーブルを止めるには彼女と直接会わなくちゃ。わかった。じゃあそっちがリエーブルと会っている間は俺たちが時間を稼ぐよ。ありがとう。あなたとレイちゃんは私と一緒に来てくれる？じゃあ私はちょっと知り合いを当たってきます。直接話せばもっと人手を増やせると思うから。そうだね。他のプレイヤーにも協力してもらおう。うん、みんな強い人ばっかりだからね。戦力が揃えばそう簡単に負けるはずないわ。クレハちゃんは GGO が好きなのね。当たり前じゃないですか。よーし、私も燃えてきちゃった。防衛戦頑張ろうね。そうね、私も知り合いに連絡入れてみるわ。セリスカ、アリスとユージオも一緒に連れて行ってくれるか？二人はまだ不慣れだろうからいきなり最前線ってわけにはいかないけど、とても強い戦士だ。きっと君たちの力になる。お前。うん、キリト、任せて。分かった、私がお前たちを守ろう。でも大丈夫？こちらのルートも安全とは言えないわよ。あなたたちニュービーって聞いたけれど。大丈夫です。さっきの戦いを見て基本は覚えたから。ええ、何よりも騎士として、力を持つ者として、民を守るために行動することは私の義務です。ええ、そうね。やる気のあるのはいいことだわ。ねえ、あの子たちかなり気合の入ったロールプレイをするのね。そうね、個性よね、個性。
それじゃあ俺たちは行くよ。また後で。いつき、あなたはどうするの？正直、気乗りはしないね。さっきも言ったけど、そんなに必死になることとは思えない。なぜですの？大変なことになってしまいますのよ。確かに、ノーコンバットゾーンは必要だろう。でも、装置が破壊されたところで、大した被害が起きるとは思えない。仮にゲームバランスが崩壊したとしても、運営がデータを巻き戻すさ。確かにそうかもしれないわね。だろ？誰にだって予想がつくことだ。 GGO はただのゲームだ。こんなごっこ遊びにそこまで本気にはなれないね。あなたが思うほど過去を巻き戻すということは簡単じゃないのよ、いつき。どういうことだ？運営はデータを操れてもプレイヤーの記憶まで操れるわけじゃない。大規模な巻き戻しとなれば復旧までに時間もかかる。何よりここで敗北すればその記憶はずっとついて回る。ゲームをやめるプレイヤーも出るでしょう。親しい人が一人いなくなれば、残されたプレイヤーにとって GGO は全く別のゲームになってしまうわ。ほんの少しのズレが誰かの居場所を変えてしまう。この世界はそういう均衡の上に成り立ってるのよ。居場所か。君たちの言いたいことは分かったよ。だけど、いや、やっぱりやめておくよ。すまないね。さあ、私たちも行きましょう。いいかしら。あなたならできるわ。気をつけていきましょう。